その後の2人のバッターを呼んで言葉をかけてらっしゃいました。どんな言葉だったんでしょうか。3人で1点取ればいいということで、もう送ること考えてないんだと言いました。見事に耐えてくれましたね。そうですね、本当に4番がしっかり打ってくれました。ありがとうございました。石川もよくリードして、ラップを頑張ったと思います。今大会振り返りますと、キャプテンが怪我をするということがありました。その中でチームはどういう状態でここまで上げてきたんでしょうか。そうですね、やはり全員の力を結集するという、そんな一点にかけてきました。はい。その結束というものは、改めて監督からご覧になっていかがでしょうか。いや、もう120です。すごいです。感謝して精一杯プレーをするように心がけてきました。多くのファンが今日もこの大阪に受け付けてくれました。はい、答えたい一言も終わりかと思いますが、はい、本当に応援ありがとうございました。一番気持ちよくて楽しむんです。